ださいました桃の綿姉妹保存会でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。過疎化の獅子舞が今少しずつたくさんの人の協力によりまして、大きくなってきております。ただいまからは、5本ほどの演目をご覧いただきたいと思います。まずは桃の綿姉妹保存会古関より、姉妹の、説明についてでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。皆さんこんにちは。三重村から参りました、桃の綿姉妹保存会と申します。ただいま、演じました舞が宮参り、神様にこれから、姉妹を奉じるというそういう舞でございました。続きまして、荒神払い崩し、そして、剣三神楽というふうに鈴や剣を持ちましてこの場を吐き清める、悪魔を払う、そういう舞をお見せをいたします。さあ、ここ3年ほど村祭りが行われていませんね。それでなくても私たち過疎の村で大変な思いをしながら、このお祭りをつないできました。私たちご先祖様からつないできた郷土芸能というのは郷土地域の宝であると。大関先生時間巻いて。はい、わかりましたと思っております。ということで今日は皆さんに、ね、ぜひこの舞をしっかりと見ていただいて、いいなというふうに。大関先生時間巻いて。関心を、わかりました関心を深めていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まだ終わりません。はい、ただいま三神楽ご覧いただきまして、その前が中村、さらにその前が荒神払いという舞になります。荒神払いはぬさと鈴でもって皆さんの厄を払って福を招く、でもって刀の舞は蛇を切り払って皆様方に福を招いていくという、そういう舞でございます。今回は、小関さんとか、それから他にも古老の方々もたくさんおられるんですが、ほぼ新人で難しい手も務めてまいりました。これから巣立っていくと思いますので、どうぞ応援の方よろしくお願いをいたします。それでは最後でございますが、大ネタでございます。天狗さんとかが出てくる、荒回し剣というものがございます。このお舞なんですけれども、天狗さんが皆様のもとに参ります。ささらというこれぐらいの竹のやつでちょんと頭こづきますので、決してパワハラではございません。皆様方の厄を払うためのコーンというやつでございます。ぜひ頭を前に下げてお待ちになっていただきたいと思います。荒回し剣でございます。Thank you.
三井村の桃の又の獅子舞をご覧いただきました。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さあ、それでは代表の方にお話を少しお伺いしていきたいなと思っておりますが、ちょっと息を整えていただいた方がいいような感じですよね。大丈夫。はい、桃の又獅子舞保存会の奥田浩一さんでございます。では少しお話を聞かせてください。大丈夫ですか。まずちょっと本当に落ち着いていただきまして、それぐらいすごい運動量でしたね。もう本当に獅子舞が生きていました。ありがとうございます。まあ、そこに感情も伴っていましたし、見る者の心がすごい揺さぶられるような、そんな獅子舞でもあったかなと思います。まずですね、三重村はどんなところなのかというところから教えていただきたいなと思いますが、どんな村ですか。皆さんありがとうございました。今日は昨日一昨日から雪降りましたね、三重村15センチです。今日は雪をかき分けて行きました。宇田郡は曽爾村とその隣が三重村で、私たちはそこで獅子舞をやっております。今日は奈良県の雪国から来させていただきました。それと村の説明は、もうぜひどんな村なのかも教えてください。三重村の、今、三重村の霧氷祭り、1月の21日土曜日から始まっております。そして2月の19日までその間、三宗山という山がありますけれども、そこへ今やったら辞表ですね、無表より辞表がつきます。その間、抽選会とか、草餅の振る舞いとかいろいろな催しをしております。またよろしかったら三つ村のブースもありますねけども、ぜひとも三つ村に来ていただけたら結構かと思います。よろしくお願いします。いや、今日は大変な中でお越しいただいたわけですよね。雪かきも大変だったんじゃないですか。そうですね、朝から家の前の雪かきをしました。そこからこちらに移動していただいてという形でしたもんね。本当にお疲れ様です。ありがとうございました。で、普段ですね、この桃の又獅子舞保存会はどんな活動をされているのかで、メンバーの皆さんどんな方がいらっしゃるのか教えてください。はいはい、先ほども説明ありましたね、踊り手というか、私たちも大変もう高齢になりましたので、今先ほど踊っていただいた方は西宮の恵比寿さんの、方、それから奈良のそこに観光神社でありますけども、そこで練習したり、先生京都からとか大阪とかあちこちからお手伝いとか一緒に今協力させていただいてしております。で、秋祭りが10月にありますので、その時は全員が村に来ていただくということで、はい、じゃあ皆さん合同でという形になるでしょうかね。はいはい、今年はもう多分ね、したいしできると思います。はい、楽しみに。やっぱりこのコロナ禍になってなかなか練習も大変だったかと思いますし、皆さんが集まって、一緒にやるという機会が少なかったですもんね。で、今後の獅子舞の活動についてもぜひ教えていただけますか。はい、そしたら先言いましたコロナ禍でしたので、昨年の12月29日に、踊り納めですね、神楽とかいろんな形で踊り納めを観光神社、この近く奈良の駅からすぐそば、そこの神社ですけど観光神社さんでさせていただきました。それから、もう一つ1月の3日に大阪の難波で八坂神社で、町の中にあります。そこで町の中練り歩きました。そして1月の7、8、9と、私たちちょっと、西宮アジアじゃない尼崎と姫路で高齢者施設でちょっとこう踊りをさせていただきました。で、今年はコロナこれあれですので、多分ねする機会が多くなると思っております。はい、皆様も間近でご覧になったら喜ばれるんじゃないですか。迫力がすごいですもんね。
はい、ということで今後もいろいろなところでこの獅子舞を見られるのではないかと熱い熱いおっしゃってますね。すみません、はい、いやもうそれだけの運動量だったなと思います。本当にどうもありがとうございました、はいはい、この時間は桃の俣獅子舞保存会の奥田浩一さんにお話を伺ってきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。